闇に潜む男は1922年に公開されたアメリカ合衆国の映画でトット・ブラウニングが監督しハーバート・ローリンソンとジョージ・ハーナンデスが主演した犯罪映画本作のコピーの一つはニューヨーク近代美術館に所蔵されている以下は当時の映画雑誌の紹介によるペテンシのポール・ポーターは相棒のダリモ・ファットと故郷の街に戻ったところ今では 銀行の会計係に収まっているかつての仲間、ホルト・ラングドンがトラブルに巻き込まれていることを知る。ホルトは2万5千ドルを必要としていた。その晩、ポールとダットは地元の銀行を破ってクラック・ホルトを助け出そうと決意する。ところが二人がその晩銀行に入り込むと、ホルトは自殺していた。二人はホルトが2万5千ドルの現金不足を起こした。 原因の証拠も見つける。二人は、ホルトへの友情から、また、かつて少年時代のポールが思いを寄せていた、ホルトの妹マーガレットのためも思いばかり、強盗が押し入って、銀行の資金を守ろうとしたホルトが殺害されたかのように現場を採掘する。ことの成り行きは、ポールを深く反省させ、彼は、犯罪から足を洗うことを決意する。彼はマーガレットが経営していた、 小さな新聞社を買い上げ、彼女を金銭上の窮地から救う。ポールとダットは街で二人の詐欺師たちが架空の油田をネタに何千ドルもの荒稼ぎをしていることを知る。二人は連中を脱し抜こうとする。弁護士であるカルベッパー大佐の助けを得た二人は自分たちも架空の油田の話を持ち出し、油性の紛失をでっち上げる。これに騙された詐欺師たちは 町の地下に本当に油田があると思い込み、高値で土地を買い漁った。こうしてポールは詐欺師たちに騙し取られた金を町の人々に取り返すことができた。ポールはマーガレットにすべてを話す。兄の悲劇を知った彼女は、ポールの過去の悪行を許す。二人は一緒に幸福を見つける。原作者のルイス・ビクター・アイティンジは、殺人の罪で終身刑を受けて、 アリゾナ州の刑務所に収監されている間に本作の脚本を執筆した。ありがとうございます。